一日三ウォーズ関東軍パチトロイヤー新之助でございます。やってきました一日三横浜西口店ということでございまして、サードシーズン入りましてですね、ようやくいい感じのつばぜり合いが行われてるんじゃないか。まあ原因は一つなんですけどね、大崎さん出てないんでまだ、はい、V が届いてるらしいですね。新之助さん、ご無沙汰しております、はい。残念なお知らせが2つありまして、まず1つ目が、第1試合目関西軍が勝ちました。ありがとうございます。なので残り5試合でございますので、巻き返すには関東軍ここから5分の3で勝たないとダメという、まあ、ちょっぴり追い込まれてます。悲しいお知らせ2つ目、我々本来やるはずだった罰ゲーム雨天で順延になりまして、今回の罰ゲーム繰り越されて決まってます。これがヘリコプターで上空まで連れて行かれて、その場で落とされるという罰ゲームでございますので、これ鉄さん、新之助さん並んでヘリコプターから突き落とされるそのシーン、見ながら、チビチビとポテチでも食べたいなと思いますので、ぜひとも頑張って飛んでいただけるように我々関西軍今後とも頑張りますので、まあなかなかねその勝ちたくても勝てないと思うんです。新之助さん、ぜひとも今回も頑張ってもらえたらと思います。かっこいいな。いやまあ初戦なんで言うて差は微々たるものじゃないですか。いうところで今回強力な助っ人を呼びました。紹介しましょう。ヤサシステムでおなじみ嵐さんです。 ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。もう必殺技は奥義の共演ですよ今日。いや新さん、いつも勝手に使わせていただいております。嘘使ってんの。あろう。あ本当。はい勝負ところで。マジ。ただやっぱ使いこなせてないんで、ちょっと確認しておきたいんだけど、はい、星の確認してますか。星ってあれですよね、天空の星のことです。そうですそうです、はいはい、そこから矢が放た光の矢が放たれ て、そこの矢の軌道を沿うのがこれアローでございます。だから多分まだうまくいってないんですよそこは。それはね心の目が開かれてないんだと思うよ。だから今日ちょっと学びに来ようかなと思ってたんです、本当に。ただパスローもう解説といえば嵐っていうぐらいなんで、いや今日はもう前傾前傾の横浜西口店。いやなんかやっぱ僕もそういうの調べるの趣味なんで、いろいろ見てきたんですけど、やっぱすごいっすね。そう毎日毎日あるんで、はい、おいで今日が1日、1日3、1日、はい、まあ強いんでですね。いややっぱ人もめちゃくちゃ多いと、まあ多いっすか。400人ぐらいいますんで、はいはいはい、だからちょっと番号次第でどうなるかは分かんないですけど、とりあえず我々のミッションとしては善を積もろうよっていうとこから始まりたいと、はいはい、そして、関西軍に大きな差をつけて勝つと、そうだから勝つのは決まってるんですよ大崎さんでいるんで。いや本当ねハンデもらっちゃってるんでね。でもですね、多分玉の大崎さん、コインの嵐ぐらいのハンデですよ今回は。まあまあ確かにね勝敗で言うとね、いややばいぞ、まあ、かれこれ20年近くの付き合いになるけど勝ってる年見たことないもんね。いや今年はど頭調子よかったんですよ、ああでそろそろやれるな、今年はいけるなと思ったんですけど、あの5月6月で、ひっくり返されまして。ちなみに今マイナス年間収支ちょうど半年過ぎましたけど、年間で言ったらまだ5000枚ぐらいだと思うんです。ただ先月先々月で、万パッチぐらいいかれたんです。あでも今日は大丈夫、はい、俺がちゃんとこう手綱持ってるんで、はい、もうお任せします。なんでちょっと2人の立ち回り注目してもらえたらと思います。はい、一日三ウォーズサードステージセカンド勝負よろしくお願いします。お願いします。よし勝ったぞこれ。勝った勝った勝ったよこれ。いきます。
271どいつの通りです、はい、すごっやりましたすごいじゃないですか。いや俺シンさんこうやってたんで俺もちょっとあのボーリングのあれをイメージして、そんな付け焼き場でできるわけないじゃん今あれ木をねこう、あ木だったんすか、木をこう俺あの指先を乾かしてからピッかなと思った、うん、今日ね7月1日なんだけど、はい、6月ひどかったのよ。あ番号がってことですね。番号が20回入場抽選して20回中1回も両番引けなかった。はい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 、来ましたね今日。ちょ延長なんで延長するんですね、ええ、もう延長宣言入ります、ね、もう延長宣言入ります。ご利用ありがとうございます。おはようございます。あ今日はパチンコ全然いかねえわ。24台あるって話だからもう大丈夫っすよ。もう絶対取れる。ほら絶対取れる。こう取るからこうだな。一番いいとこだよね。カメラコンディションも熱い。さあいよいよでございます。いや僕でもこういう番号を引くことが結構まあ被害妄想も込みで多いんですけど、こういう方が好きなんですよね。何が空いてるか分かんない方がワクワクするじゃないですか。ただ新さんには本当に申し訳ないなと思ってますけど、さあ何が空いてますかね。ここからですね。よし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 。一応こうまあ機種のラインナップとか、まああといろいろこうネットで調べたりとかして、まあ打ちたいなと思ってる機種はあるんですけど、あ目の前で埋まっちゃいましたね。ゼガペインちょっと打ちたかったんですよね。北斗もやっぱ空いてない。イニディも空いてない。アラジンも空いてない。いやもうちょっと打ちたいと思ってたよ。やっぱほとんど空いてないですね。あすいません。置き時計がもし前立されてるんだったら僕は置き時計デュオの方が設定変更後は安定すると思ってるんでデュオりますか。で15台なんで多分か全台とかは多分厳しいと思うんで。台取れてないのあなただけだから。ゼガペインが目の前で奪っちゃいました。ああ、はい、それ以外まだほらまだ絶対埋まることないから。はい、埋まることないから。いやもういやもう一回見に行こうもう一回見に行こういやせいさんマジで空いてなかったですよ。ほんとあモンハンせいさんモンハンありかもしれないですよ。モンハンあれ大丈夫モンハン大丈夫、まあ、一応3大事まで。ああ今月多分全体系に1回ぐらいなってるんですよね。じゃあモンハンから行こうせめて時々慌てなくていいじゃないまあまあ確かに、うん、まだ一応空いてましたね。そうだよねそうだね。あ大丈夫だねリカバリー効くね。カメラも開いてるしディスカップもまだ開いてたから、はい、うん、あ、行けそうだね今日。モンハン行きます。モンハンだ、うん、じゃあ僕は、まあ、4台設置で、まあ、塊狙いというのも込みでもうパスロモンスターハンターこれワールドの方いや違いますね。黄金狩猟を打ちたいと思います。ちょっとあのカメラのセッティングの関係でちょっと打ち始め遅れたんですけれども前っていうとちょっと厳しいかもしれないですね。後ろの台が速攻で青7引いたのはいいんですけど、いやもうここでちょっともうなんか出ちゃえ。はい、どうでしょう。グースーシーさん OKOK。 まあ24台やってすでにライジングを3回引いてるっていうね。3台でライジングが出てるっていう。はい、200ポイント台で全長もう大事。ショート級あと対決までのゲーム数がちょっと遅いんでちょっとチャンスアップ。ああまずい。ここ落ちてきてほしい。ああまずい。今のとこチャンスアップがない。ああまずいダメだ。信頼度 30% ぐらい。
あーダメっすね、ゼロ刺さんないわ。さあゼロモードループお願い。あーダメだー。はい、カッパ2連続、偶数シサ2連続。現状ね、僕から見えるところの番長ゼロは全6かって言われるとちょっと弱い食いつきの悪さ。さあそれでは私は、まあ、前代狙いということで、パスロモンスターハンターワールド黄金種類を打っていきたいと思います。いや久々だな。一応僕はもう通常時から中押ししちゃって、まあ外れが見抜きやすくなるんで、そんなに外れからの、狩猟ストックに設定差はないんですけど、まあ、お、レア役ですね。クエストを受注しました。お、超チャンスなんですよ。で、イビール出てきました。ここですね。まあ、これで報酬が見れるという。ただ、タル爆弾取れなかったんで、まあ、ちょっと苦戦しそうですけどね。俺の武器は体験だ。まあ、今の超チャンスで、多分アイテム取ってれば、これ出てくるんじゃないかな。さあ、何かねえかな。ああ、キジン役出てきましたね。さあ、外れ引いて、フラッシュないとなかなか死亡速度。ああ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。そう、いいですね。いきなり狩猟が出てきましたけれども。狩猟開始。さあ、この基準薬のある状態でどれだけ頑張れるか。で、狩猟中はマカリーの中段にリップが当たる。いきなり悶絶の叫びが炸裂してますね。あれ。はい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 、いいですね。オッケーオッケーオッケー。さあここからですね、ここからはマカリールの中段にリプレイ以外が止まればまず絶対継続で、あとはレバーオンでイベルジョーが方向しなければセーフです。で、方向させないように、刺激しないように優しくレバー叩いていきましょう。一応この外れの時にまあいろいろ抽選もしてるんですが、8分の1だったかな、なかなか当選してくれないんで。ああ、これが危ない。これが危ないんで。ああ、これで逃げられちゃいますね。まあ、ただ1本削れたんで、まあまあ上々の滑り出しです。はい、投資1万円。ちょっと早い。番長ゼロ1万円投資ってまあまあ重いんだよね。特に朝から打ててる時ほど。はい。紐、茂る紐。ああだな。ああ2割ぐらいかな。せめてカルタ。お、チャンス。チャンスさん、お、待ってください。これちょっと待ってください。直撃の可能性あるぞ。直撃の可能性あるぞ。ああ、なるほど。そっちか。チャンスモードで刺されましたね。投手が12本、374ゲーム。当たった。設定6なら8分の1で青7。ああ、まあまあまあ、よし。ああ、いいよ。頑張ろう。いいですね、いくつになってもやっぱ審査は変わらないわ。やっぱ我々は変わっちゃダメだよ、ね、死ぬまでこうありたいよね。はい、20ゲームで白ナビ5回、青ナビ2回、弁当1回、弱者1回。
さあ、お、レインボー赤、あーダメだ、チャンス2枚ある、取る取る、あー押せねー、あーやっぱり、あーあーダメ、あーバーカ、もうバーカやばいじゃないですか、やばい、これやばい、シンさん、そんなシンさんに朗報があります、はい、僕も1万円なくなりました朗報じゃないじゃん、いややっぱ仲間意識が高まるじゃないですか、こういう時に、だってこれカッパ3連続なんだけど、あ、カッパ3連続んか、さすがに4とか中途半端なこと使わないんでね、はい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 、ピンチ、まあまあピンチ、まあまあピンチですね、これ早いうちに、はい、決断しなきゃダメかもしれない、決断っていうのはあのコインからたまにっていう決断ですか、そうそうそう、なるほど、あの言ってくださいね、ついてきますから、うん、確かにもうちょっとパッチのコーナーで動き回るのはちょっと難しいですもんね、ミサイがなーファーストボーナスで当たるんだよ、いただき、なんてミサイ選んだんですか、そしたら、いやいや、もうレディーファーストはもう、あ、やっぱシンさん変わんないですね、20年来もう番長っていうコンテンツが出た時から変わらないですから、はいはい、いやさすがです、そこはその一貫した、僕トドロキから入っちゃうんですよね、あ、やっぱトドロキね、はい、だってあなたリアルトドロキ BB やった男だからね、やりましたからね、一緒に焚き浴びに行きますもんね、あれは楽しかったな、今思えば、いやもういい時代でしたね、本当に何でもありだったもんね、何でもありでしたね、やっとちょっと懐いてきたかな、よ、あー懐いてるじいさん、ちょっと懐きました、ようやくあ、いろいろ懐くってこと、いや、あのモンスターが逃げなくなったんで、だいぶ懐いた感ありますね、そして今あの寝転んであの甘え始めたんで、これはもういけますわそれさ、あの喋ってる内容だけ聞くと何言ってんのって感じなんだけどいや、まあ僕も何言ってるか自分では分かんないけど、ああ完全に完全に懐いた、あ、次当たるってこと、あ、これもうだいぶ余裕出てきました、おーおーおー、全然起き上がらない、さあここからですね、で今うまいことリプレイ消費してるんで、なんでだよ、危ねえ、あ、いいですね、あ、まあまあここで一回リリースしましょう、あんまりあの叩きすぎてちょっと機嫌悪くなっちゃって困る、あと20ゲーム以上あって残り1本だから、まあまあいけるでしょう、よしよしよし、もう一回終了できればほぼ確実に討伐できます、ああ、キスに役、追い風追い風、終着点で待っててくれるよね、待っててくれた、よし、終了開始、よっぽどひどいことが起きない限りはもう討伐濃厚です、お、当たるのね、当たります、投資1、2で当たりますね、あ、同じだ同じ、あ、もうチームワークバッチリですね、あー、オーバーキル、オーバーキル、ありがとうございます、いい風、いい風が吹いてます、うん、やったな、コウタロ、カオスラッシュです、俺は何が欲しいのか、カオスラッシュが欲しいということをレバーでしっかり台にセンディングしなきゃダメなんで、左に寄せます、いきます、カオスラッシュ、俺が欲しいのはカオスラッシュだ、バカ、まあまあでもまあまあ最悪は避けました
最悪は避けたってことは大丈夫です、鉄火が強いんで。これマジ防具大事です。ギエナ、ギエナベータ、ギエナベータが欲しいんだ。ギエナ、ギエナ、なんで真ん中ばっかり。まあまあ最悪は避けました。いや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 最悪は避けました。ちょっと不安が残る装備ですけど。いやいやいや大丈夫、シーさん、やってやれないことはないんで。それ喋ってる内容だけだとめっちゃ不安だよ、シーさん。え、一番不安なのは俺です。いや、変えてみましょう、不可能を可能に。よし、サルダオラ出てきましたよ。まあ、ネリギガンテの画面一回出てたんで、よーしよしよしよし、討伐してやるぜ。とにかくここからはリプレイを引かないゲーム。さった、いけ、おい、よし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 、ナイス。さあここでリプレイなんてハマるとき4倍ぐらいハマるんだから、30ゲームぐらいハメ倒す。あれ、まあ当たるだろ、まあ当たんだろ。 OK、 Thank you、 Let's goはい、僕当たったよ。あ、素晴らしいですね。総投資15本、はい、いい、155ゲームゼロノードボーナス、全然いけます。あー、赤ありますもんね、リプレイの時は。久しぶりとあんま覚えてない。ああ、紫欲しい。残り2ゲーム。よし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 。リプレイを1回も引かずに討伐する。次紫で決めよう。いいよ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 。よし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 。削るとこ削るとこ。赤でも討伐できるぐらいまで削るとこ。さあデンジャー、こっからがハンターの腕の見せ所。すごいな。さあ。最後の最後まで諦めない、それがハンターだ。よし決めろ、決まってくれ、お願い、お願い、なんだ、どっちだ、シンさん。え、あと7ミリっす。だ大丈夫です、まだ1回もリプレイ引いてないんで、最後の最後までリプレイ引かない、それがハンターだ。いいよいいよ、やめろ、やってる。いやでも弱攻撃なんだよ、 50% でしか落ちないんだよ、 50% でしか落ちないんだよ。よーしよ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 し、危ない、シンさん、え、危なかったっす今。あ、当たったのね。いや当たってないです、まだ。50% の転落を回避しました今。いやいや、やめろよ。やめてやめて、本当にいらない、落ちいらない、今日はいらないから。よーしよし、あっち、あっち、うっ、かい、かい、これだけ、キジ役はいない、よし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 。シンさん、え、勝ちましたわ。あ、俺も今、ドッカン行った、ドッカン行った。今、あと2ゲームリプレイ引かなければ勝つっていう状況で、回復薬まで飲んだんで、もう大丈夫です。そう、まだダメなの？まだダメです。まだ当たってないの？まだ当たってない。俺はいただき当たったよ、今ね。マジですか？うん、シンさん、はい、討伐しました。あ、やったやった。いや緊張したわ。投資1万2000円で AT 当選でございます。はい、僕は投資15本で AT 当選です。しかも1回は絶対継続する V 破壊持ってるんで、やったりましょう。
危ねえ、よかったー、あぶねー、50パー、よかったさあ、あとはレベルを上げるだけのパーセンテージを上げるだけの簡単なお仕事、一番難しいんですけど、ここは結局一つも上がんねえんだもんな。まあまあ、とはいえここはもう安心パパなんで、いつも出てきてくれよコース。さあ、ここからが本当のマムタの治療。いや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 、お願いしますって。次の外れは頼みますよ。え、後半って継続か、継続率、はい、ストップ継続率、今4回突破の AT やってるんで、うん、その継続率を自力で上げていく感じです。あ、なるほど。だ今 35% の抽選を3回受けれる感じ。あ、そうですね、65% くらいの期待度があるってことですね。新さん計算早いですね。早い。僕は65% ループで単発を引けばいいっていう感覚でいつもやってます。あ、したらもう簡単じゃない。簡単ですよ、いつも大体単発なんで 65% なんで。だって3回に2回ってことは300万回やったら100万回通るんだよ。 あ、違う、200万回通るんだよ、すげえ通るじゃん。まあ確かにそうですね。あ、これはベルで切り飛ばせ。40%に上がりました。あ、したらもう大変だよ。大変ですか。24の36の、ああ今78%ある。もう5%上がります多分。継続率今 78% ある。あなたシンさん、え、 50% の抽選3回になりました。あ、したらもう 87.5% だ。ああ、もう、うん、もう楽勝です、楽勝です。じゃあまだここはアロを使う場面じゃないですね。全然全然まだですね。いきます。むしろ俺が終わるわ。いや上手かい。はい、要請した。はい、これはもうしょうがない。次の50%にかける。あー、22が出た、22が出たよ。あ、マジですか。うん、222枚ね。なんだよもう。よし、ももちゃん頼むよ。カットへ入れば無敵。ももちゃんカットへ入れば無敵。入んない、赤文字じゃない、やばい。危ねえ、よかった。いけるいけるいける。上げよう上げよう。お、熱いぜ。どうしたんですか。熱いぜ。ああ、どう、何があったんですか。あ、どうだどうだ。オスガチャ。ああ、惜しい。ああ、もうちょい、もう一回。熱い熱い。これちょっとただの外れ目。ただの外れ目。リプレイするなら青い。よし、はい、直撃もらいました。直撃。お、マジですか。はい、直撃もらいました。あら、やりましたよ、お母さん。いや、これはだいぶ希望が膨らみましたね。ただ、薄い割合で5ポイントの振り分け持ってきちゃった可能性がある。いや、さすがに大丈夫じゃないですか。ただ、まあ、5ポイント、一応ボー、BB 以上は、ボーナス以上は確定だね。ボーナス以上は確定。いいですね。いや、5ポイント。最近多いんだよね、100ポイント以内。マジですか。うん、俺あんまないですよ。いや、俺はないんだけど、振り分け相当低いはずだから。はい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 。はい、もういきなりボトン煽ってるんで、これは当たります。とりあえず当たるんだけど、問題は直撃なのかゼロモード、薄い100ポイント以内振り分けか。はいはいはい。お、いいですよ。上がった上がった。おっ、60% を2回、こんなもんは楽勝です。 60% を2回は楽勝です。うわ、言うか。
赤文字、赤文字、赤文字、危ねえこれ、左を入れろ、うわやってるわ、来ましたね、ここはアローの使いどころと見ました、はい、またこれ入りました、新さん、え、使わせてもらいますよ、アローを、アロー、アロー、ちょ待って待って、お前ちょ待って、お前何、何杯したいんだよ、あ、なんなん、何杯したいの、 60% です、 60% アロー必要ねえよ、はい、アロー必要ないですか、うん、あ、60% なんてアロー必要ないって、本当ですか、あの、よく使うやつでいいよ、よく使うやつ、あ、じゃあこれですね、うん、わかりました、ゼロ式、ゼロ式、ゼロ式いきますわ、うん、はい、直撃したよ、はい、直撃した、素晴らしいです、はい、で僕はですね、これ U の後なんでジョージが出てくるともう絶望なんで、え、ジョージ、ジョージが出てきちゃうと絶望なんで、ここはもうリズが出てくることを祈っていきます、いや祈るんじゃなくて出せよ、出します、いきますよ、完全に気を集中してそのままいきます、さあ、あ、戻っちゃうか、え、絶妙です、カットイン、カットインない、やめて、もう、もうじゃ、あ、ちょっと、新さん、え、アローは必要なかったですか、でしょ、はい、60% いらないから、そんな、うん、60% ごときはゼロ式で十分でしたわ、え、ちなみに、アラシステム最大の技は何、俺にとっての最、あの、ムクーハと一緒なんで、ムツエンメリューの、え、な、なんて、ムツエンメリューのムクーハと同じなんで、ゼロ式は、ムツエンメリューの、はい、ムクーハです、ムクーハ、ムクーハね、はい、はい、はい、え、最大の奥義はゼロ式です、あ、ゼロ式なの、はい、最大の奥義使ったの、いや、もう 60% とか僕にとっては高みなんだよ、よし、30ゲームそろそろいます、うまい、うまいですね、 OK、 レベルに来た、チャージレベルに来たよ、それめちゃめちゃ美味しいですね、うん、あー、まずい、煽り強めで5ポイント、これはね、いい良くない時に起こるやつなんだ、わかりますわ、すげえ、これちょっと休ませよ、ここちょっと勝負どこだわ、休ませよ、あれ調子いい時は素直にレア役出てきますからね、そうなのよ、さあ、それではここ突破できると一気に1000枚くらい出ます、多分ここで抽選されてると思うんで、俺の全力で答えよう、70%にいきます、笑いすぎですって、新さんのためにも戦ってるんですよ僕は、うん、いきますよ、え、一応ここも不安だから、ここもやる、もっと余裕持ってやれよ、余裕持って、いや 70% とか全然当てにできないんだよ、バッカ、お前余裕がないよ、心に余裕を持たせることは大事だから、ここ突破したら余裕持ちますから、もっと周り見ろって、ああ、新さんもうあの用具打ちの典型、周り見えなくなっちゃってる、そう、周りを見て、周りを、これで500枚買うんですよ、これで500枚、 70% でしょ、カジュアルに、カジュアルに、カジュアルに、うん、カジュアルに、カジュアルに、じゃあカジュアルに行きましょう、カジュアルに行きます、うまっ、緊張しちゃってんじゃん、でもまあ朗報です、朗報、ももちゃん強いんで、 あ、やりました、やりました、そりゃそうだろうよ、あ、完璧です、ああで、もうじゃあプラスの免許いきますよ、うん、あ、もうプラスの免許、もうこれでプラスです、よしよしよし、これでもう俺も大丈夫、これやりました、カジュアル大事ですね、カジュアル大事よ、やっぱカジュアルも、今日までの俺だったらあの 70% 外してたんで、やっぱカジュアルに行かないと、まあそうですね、70% ぐらい引いて当然ぐらいでいかないとダメですね、そうそうそう、勝って当たり前、やったー、嬉しい、ありがとうございます、よし、さあ、止めて、残り行こう、さあ、あとは大団長の挑戦状まで持ってきたい、あー、ダメだ、カジュアルに出るしかしてなかった、いや、いいと思いますよ、でも今乗ってるんで、よし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 、
いやいやいや最低連で終わってんじゃないか。新さん、あ、終わりました。なんでやねん。お、ちょっと待って待って待って、はい、待って待って、どうしたんですよ今。ゼロ畑で、お、じゃあちょっと見に行きますわ。ボーナス確定したんだけど。ボーナス確定した。ちょっと煽りが強い。え、もう絶頂のやっぱり意識したいからね。ちょっと見に行きます。なんか大事なところは飛び込んでる。いや、当たるんだけど。はい、煽りが出たんですね。当たってここで待て、こら待て。ああ、ダメダメダメ、普通にボーナス、うん、ここ青7がいいな、青7。ああ、シーザー終わりました。500枚出るって言ってたよね。あの最低連で終わっちゃったんで、最後弱チも引いたんですけどね。一応800枚出ましたんで。あのさ、その最後弱チも引いたんですけどねっていう言い方、はい、梅ちゃんにそっくり。本当ですか。最後弱チも引いたんですけどね。大丈夫、もう俺もう出すから。わかりました、うん、出すから大丈夫で。あんまいいスター出てないんですけど、うん、まあとりあえずもう一周ぐらいは。そうね、はい、ね、やってみますんで、うん、行ってきます、はい、頑張ってください、はい。投資が15本だっけ。ざっくり投資分は戻ってきたね。オッケー、おー、いきなり赤まで行ったわ。これはカジュアルに5分の1を引いてもう確定させたい。はい、確定しました。うまいね。チャージの内容は振るわないけど、ゼロ畑がすごい楽ちん。あ、これ霊薬否定で熱い熱い熱い。迷彩兵の幸子さんで霊薬否定からのリアル射程。あ、これあいいよ。これナビが紫ナビ来たよ。ちょ、ワンチャンあるぞこれ。 5% ぐらいあったっけ期待度。これ 5% ぐらい期待度あったよな、絶頂のな。絶頂ナビではないけど、ちょっとお前ちょっと頑張れ。これさあ、ミヤマクワガタからの、よし待って、これ来た、よし、ちょ、来たぞ来たぞ。これワンチャンあるぞ、絶頂あるぞ。よし、 2件目、もう一声、もう一声。やったー、やったー、え、なんですか、やったー、やったー、絶頂ですか。絶頂だ、マジですか。絶頂引いた、すごい。絶頂引いたって、いやいや、すごいですね。絶頂チャージ参りたいと思います。いや、どのくらい乗るのか楽しみですね。とりあえずクラッシュ入れておきますね。まあ、これが弱い。やっぱりね、レバーの時にこう、やっぱこの青いこの煽り、違う、これじゃダメ、これじゃダメ。これまずいぞ、これまずいぞ、うん、これ最低これ欲しいわけ。 OK、 レッツゴー。 30、 弱い。やり方わかんねんだよ、やり方わかんねんだって。
ちょっと100、100欲しいよね。今49。あ、これじゃあ、では。あー弱い。あー、ちょ、終わるって、終わるって、これ終わるって。挟み撃ちね。88、まあいいや、数字としてはまあ末広がり。ちなみに BB はどっちだったんですか？赤。あ、赤なんですね。だから赤を振り分けはまだ全然赤しか出てこないんで、ただ直撃引いたんでもうちょっとやめにくいよね。はい、終わりました。いやー、もうちょっとなんか燃え尽きちゃったよね、ほんと。で、ちょっとここらで青7出てきて確定付けちゃおう。青7、青7金さんに、じゃあ僕のゼロモード、いただきチャージをあらせしても一応お返しに。ああ、そう。